後半に移りたいと思いますと、小学館日本美術伝習第20巻で、あと僕が書いたのが尻上がり寿でございますと、先ほどの図版をもう一回見ますと、これが図版ですね。細部を見るとこんな感じ、天井ですね。で下までとても大きい、これ非常口だから随分大きいインスタレーションだなということが分かると思います。俺の王国こんなにでかい、でかいですね。でこれは2006年スミエによるインスタレーションです。で作品解説これですね。はい、俺の王国こんなにでかい、尻上がり寿、1985年単行本エレキの春で強烈なギャグ漫画を世に放った尻上がり寿。1958年生まれ、多いですね。さっきの全員そうですよね、は、柔軟な発想で異なる作風を次々と展開、アートや映像他の分野でも作品を発表するようになった。で俺の王国こんなにでかいよは2006年神奈川横浜美術館の日本画展、日本画展触発する6人に出展されたインスタレーションで、作者は4階建ての足場が組まれた巨大空間に脱力系キャラクターが大勢潜む巨大墨絵を1週間で描き上げた。小さいコマに絵を描くというようないろんな制限のある漫画の仕事じゃなく、そんな制約から解き放たれた、どこまでも大きくストーリーもオチも何も考えない絵を描いてみたかったとは本人の弁。しかしこれをもって美術家宣言と解するべきでなく、まあ、要するに、漫画じゃなくてもう漫画は嫌だということで美術家になったと解するべきでなく、美術館側の意図に漫画家として回答したものだろう。あれも俺の中で漫画なんだけどと後に語っている。これはその後インターネットで検索したら 誰か忘れましたけど、どなたかとの対談の中で、いやこれも俺の中では漫画なんだけどっていうふうに言ってるんですね。でまあそこのところをちょっと拾ったんですけれども、でギャグ漫画はもともと漫画形式自体を俯瞰する要素があり、形式違反をあえて行い笑いを取る。これ言ってる意味わかりますか？漫画形式なので、漫画形式をさらにその外側から見て俯瞰してる。もともとそういう作家として尻上がりは出てきた。なので形式違反をあえて行って笑いを取るということがある。作者によれば、書籍サイズを自明とする漫画では本来ありえない赤塚不二夫の実物大漫画が恒例である。でこのことは笑いを伴い、実物大漫画っていうのがあるらしい。なんか実物大の大きさに書く漫画、これ書籍サイズではありえない、このことは笑いを伴いがちな反芸術、よく出てくるキーワードですか、反芸術が笑いを伴いがちなそうなんですけれども、ここ大丈夫ですよね、そうだったんですかみたいな。いいんですかね。でもハイレドセンターとかも一方で笑いを伴いがちだったりするわけですね。笑いを伴いがちな反芸術が美術形式の自己批判であることに似る。ギャグ漫画が宿命的に反漫画、要するに漫画形式自体を逸脱したりするので反漫画、ギャグ漫画が宿命的に反漫画ならば、漫画からの逸脱にも見える作者の軌跡が理解できる。
要するに彼自体が、まあ、アートや映像他の分野でも作品を発表するようになったという、まあ、こういった奇跡ですけれども、まあ、これももともとギャグ漫画が反漫画だとすれば、まあ、あり得るんではないか。とはいえ反芸術が美術であるように、まあ、反芸術といってでもこれは美術の中なんですね。こうデュシャンの便器とか いくらこう言ってもデュシャンほど美術っぽい感じはないですよね。まあ反芸術が美術であるように反漫画も漫画である。そしてギャグ漫画家に必須な柔軟性によりアート界や文化行政からの漫画の取り込みによく応え、新聞連載中に起きた東日本大震災にも即反応。これは2011年に、地球防衛軍とかっていう連載を朝日新聞だったかな、どこだったにやってた、見たことあります？あの人からの漫画あ、そうで、それがあのその後途中で阪神大震災じゃない東日本大震災と原発事故が起きてから、まあ、あの日からの漫画という書籍にまとめられておりますね。で、2014年に紫綬褒章を受章したと、うん、ことになっております。このアート界や文化行政からの漫画の取り込みによく応えっていうのはさらっと書いたけど、どういうことですか？美術館が漫画展とかをやるようになったりとか、あと文化行政からの漫画の取り組みって例えば何ですかね。そうそうそう、クールジャパンで言うと、もうちょっとこの一言言ってほしい一言は何ですか。メディア芸術祭ですよね。メディア芸術祭とかで漫画をこう取り上げていこうみたいなですね。でそういうようなところに、そういうようなところで知り合いとことぶきを、アーティストとしてですね、こう取り上げていくみたいなようなあのことがあって、まあその横浜の美術館のもそうですけど、まあ、いろんなジャンルを集める中に漫画家として知り合いことぶきみたいな形で引っ張ってきたりとか、まあ、そういうような需要があるんですね。アート界側からの漫画を取り込みたいという需要の時に仕上がりかことぶきがちょうどいい。しかも仕上がりことぶきもそれをちゃんと柔軟なので、彼自身がなので、まあ、それもよくできて、でそういう、ま、今回のこの取り上げた作品などもまさにその一環という形だと思いますね。という感じでございますけど、終わりました。まあ参考ここをちょっと見てみますけど、これが出たのが2016年の2月くらいだったのかな、この日本美術全集が。でそれをどの程度、これどの程度作者にお知らせしてるのか知らないんですけれども、どうやって小学館依頼主が、作者の方々にどのように連絡をしているのか、あるいは全くしてないのか、まあ、著作権があるからしてるんだと思いますけれども、僕の文章についてもの中身についてもチェックがいってるのかどうかちょっと知らないんですけど、まあ、これは2016年の2月25日に発売されてるわけなんですね。で、ちょうどその同じ2016年の、にですね、知り上がりさんの方からお招きいただいて対談をしました。でそれがちょうど、今度は練馬区美術館でですね、開店会、練馬区立美術館か、練馬区じゃなくて練馬区立美術館で、
知り上がりことぶきの回転展という展覧会が7月から9月にかけて行われましてですね、でその時に、図録にあたるものが書籍として知り上がりことぶきの回転会という書籍が出まして、その書籍に収録するための対談として、知り上がりさんからお声をおかけいただいて、そして、対談をしましたということがあります。で、そちらの方をちょっとせっかくですので見てみたいと思います。一応こんなツイートが当時ありました。練馬区美術館の知り上がりことぶきの現代美術回転展で買った図録回転会キュリドを読むと。で、書き下ろし漫画に沢木愛だ鳥居美幸の文章もありすごく凝った作りで、関東の回転宣言をめぐる、中澤との対談がとても緊張感があって読み応えありなどなどと言われておりました。ということでちょっと見てみましょう。え、これはやばいですね。これはいかんですね。じゃあ今日はもう無理ですね。無理じゃなくて今ちょっとこれ上げ忘れてるのかな。2018単に上げ忘れてるんですよ。ここなんですか。あ、上げ忘れてますね。じゃあ今上げればいいですね。0712B 以降ですね。 0712B ここからですね。えい、今上がってる最中ですね。プロを開始して、いいですね。あれ上がってない、動いてない。あ、動いてますね。大丈夫ですね。すみませんでした。えい、はい、来ましたですね。はい、これが知り上がりことぶきの現代美術回転会、B5 サイズの、書籍です。でこちらが裏表紙なんですけど、まあ、あれもこれもが回転するとか、まあ、芸術とかいうのが出ている。でこれは東京の練馬区美術館の、あと愛知刈谷市美術館、あと兵庫の伊丹市美術館を巡回した。で漫画家知り上がりことぶきが新たにたどり着いたのは回転する現代美術だった。自身初となる美術館での本格的な個展では過去の漫画原画から新作インスタレーションまでを一挙展開。このカタログはその回転展を完全記録、さらに書き下ろし漫画対談特別企画などを加えた回転の世界を理解拡張するためのまさに重要なパーツである。あれもこれもが回転するということのようです。こういったものがただこの展覧会を行う前に対談するんですね。4月に対談して、でちょうど僕としてはタイミング的に人工知能美学芸術宣言を出した直後くらいだったのを覚えています。で、まあ、目次、まあ、こんな状態ですね。沢木さんの、
まあ、回るやかん回転派のなんとかかんとか、回転案件などなどありますが、まあ、ここに回転宣言13ページっていうのがあります。で、目次はもう1ページあります。これです。あ、鳥居みゆきだった。すみません、鳥居みきじゃなかったですね。すみませんでした。鳥居みゆきって僕知らないんですよ。芸人なんだ。あ、そうなんだ。あ、知らなかった。鳥居みきはむしろみんな知らない。知らないです。そうか、すみませんそうか、鳥居みきはもうギャグ漫画家で、原発じゃなくて、チェルノブイリの後に、反原発運動がやっぱり当時あったんですけれども、80年代にね。で、その時に、あの、原発派も脱原発派もギャグのネタは10日が、ギャグのネタとしては10日みたいな、あの、発言をされてた方だったんですけども、違うわけなんですよ。で、まあ、改訂作品をめぐって対談ということで、なんか言われてますね。あ、ん？最後、今これ押しちゃったけどよかった。まあいいや、もう。はい。で、改訂宣言。見てみましょう。夜間が静かに回り出す。ゆっくりゆっくりくるりくるり、その姿はこの上なく美しい。しかし回り出した瞬間、それは元の夜間ではない。水も汲めない、湯も沸かせない、ただ静かに存在感を放つだけの金属だ。そんな機能も目的も失った夜間の存在を許す場所はどこだろう。それは台所でも食堂でも金物屋でもショーウィンドウでもない。そう、それは美術館。故に夜間は回って芸術となった。思えば回転は人類の歴史の始まりから否、この世界の成り立ちから我々と共にあり、大きく回り小さく回り、存在の根源をほのめかし、現れる諸相を巻き込み、今や直線的な歴史の放棄を迫られた人類に、回転にこそその未来があるのだと覚醒を促す。素粒子が回り、銀河が回り、歴史が回り、これ循環してたんですよ。我々も回る。ぐる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 。グーグルではないですね。回れ回れ回転に幸せ。2016年7月、知り上がり。あ、なんか間違った方が載ってるな。これ右側のページですね。で、こちらが左側のページです。まあ、これ本当は見開きで撮りたいんですけど、スキャナーのサイズ的にちょっと撮れなかったんですけど、まあ、回転作品をめぐってという、タイトルです。で、まあ、どういうことかというと、帯金明夫さん、朝日新聞社の方が司会で、あとそれ司会、あともう一人、あの、真名子美穂さんという学芸員さん、その二人が司会で、で、漫画家知り上がりさんと中澤美術館の対談ということでした。で、なぜ中澤さんに対談をお願いしたかというと、一つ目に知り上がりさんは漫画家ですが、アートも演劇も音楽もやってますので、ね、一つのジャンルに縛られず仕事をしていると。で、中澤も最初はアーティスト、次にバカ CG イラストレーター、で、方法芸術でアーティストに戻ってコンセプト中、あるな仕事をし作曲にも関わるなど、一つの領域に狭められず活動されていることが共通している。2つ目に、知り上がりさんは80年代にいわゆる下手馬の漫画で、中澤さん90年代でバカ CG という下手馬版 CG で非常に注目を浴びた、まあ、そうか、下手馬という言葉は知り上がり寿さんを思い出す人が今すごく多くなってるんですけど、もともとは
この前の先々週にやったように湯村照彦ですね。なのでまあ下手馬、知り上がりさんのが下手馬、まあそれもそうだなみたいな感じの印象ではありますけども、そうなった。あと僕の CG はバカ CG という名前だったんですけど、あの下手馬 CG と呼ばれることもやっぱりありましたね。で当時からあの下手馬のリバイバルであるということは、あの理論的に言ってはいたんです。またお二人ともパロディを一つの武器にしている、80年代のバカ CG は結構僕もパロディやってたんで、まあ、それでパロディとシミュレーショニズムがあのさっき言った、2010年以降の言葉的な意味合いではパロディとシミュレーショニズムが被るわけなんですね。で、僕もパロディ的なことをやってたこともあったんですけれども、まあ、それを言ってるのかもしれないです。でこのパロディあるいはシミュレーショニズム、まあ、どっちみち、それはオリジナルに対する、何らかの反応である、あるいはオリジナルに対するなんだろう、それの、以下みたいなことでは、デュシャンの反芸術、レディメイドからの文明ではあるということで、まあ、反芸術的なものであるということです。で3つ目は、中澤さんは美術史の知識があって循環ですと回る美術史で前衛があって反芸術があって、それからまた多様性という一つの周期説になっている、今回回転だしそれも含めて、あ違う、ここは後で直さないといけないです。ここを含めてお話をされたらいろいろなものが出てくるのではないかということで対談をお願いしました。で、ことぶき、共通点が多いようなんだけどすごい違ってる気もして、特にアートになると漫画の延長で物を勝手に作ったりしていて、美術館でも漫画みたいに適当にやってるんですけど、去年中澤さんとお会いして一緒にライブペインティングをやったんです。2015年7月18日ターナーギャラリー小田島仁志長尾健志郎個展におけるペインティング対決、あ今ここに書いてあるから思い出しました。けどこの時がね、10年ぶりくらいだったんですね、知り上がりさんに会ったのは。知り上がりさんには10年くらい、2004年か2005年くらいの時に八戸でお会いしてまして、八戸でイカノフという団体があるんですけど、そこが知り上がりさんをお招きして、あと僕も参加作家としてお招きした展覧会があって、八戸でお会いしたのが最初だったんです。でただね、知り上がりさん の、 アシスタント、今アシスタントではないんですけれども、でもこの展覧会とか、あとこの、本 の、 デザインとかを一式やってるのが秋山美美子さんという方です。その人は僕がイラストレーションとして画廊をやってた、イラストレーションカーとして、画廊で発表してた時代のアートワーズという画廊が渋谷にあるんですけども、そこのスタッフだった人なんですね。なので知り上がりさんよりも秋山さんはもともと知り合いだったと、まあ、そういったつながりはあったんですけど、実際にお会いするのはこの対談が3回目なんですね。でそのペインティング対決、ライブペインティングをやった時の引き出しが多かったらしいんですね。次から次へといろんなものをどんどん描いていくし、僕はあの時はこの人はすごいなと思って、ははははで、ことぶきさん、そんなことがあってこの機会にいろいろ聞けたら面白いんじゃないかと。まあジャンルに、中澤、ジャンルに縛られずにやっていると帯金さんにおっしゃっていただきましたが、まあ、本当はすごく美術にこだわっているつもりです。こだわった挙句他のジャンルにも手を出したりしない方が不自然なはずだみたいなことでやっているわけですが、結果的にこだわっていないように見えるかもしれませんがね、それは再生しないといけないかって。ことぶきさん、僕なんかもこだわってるんですよ、やっぱりきっと何かにこだわってるから逆に漫画だけやってじゃつまらないと思うんでしょうね。ということでここは意見の一致を見てるんですよ。で、すげえインスタレーションは漫画の延長で、中澤、要するにこの小学館が出た後にこの対談やってるんです。なので僕は小学館のことをやったことで知り上がりさんのことを勉強済みだったんですけど、だけど
そのライブペインティングをやった後で、それをそのことをおそらく知らずに小学館の人たち、小学館から依頼されたんじゃないかなって思ってたんだけど、もしかしたら知ってたんでしょうか、ちょっとわからないんですけど。まあなので、この墨絵インスタレーション、僕の王国をこんなにでかいようについては、小学館の執筆で調べたので、まあ知ってたので、まあそこから話をちょっと始めてるみたいですね。で、尻上がりさんは何か後にインタビューの中で、あの2006年の巨大な墨も俺の中では漫画なんだけどねとおっしゃっていて、それで僕は腑に落ちたというか、まあ、携帯は漫画ではないかもしれないけれども、意識としては漫画の延長、あるいは漫画について考えた結果、携帯が漫画から逸脱しただけだというようなことなのかなと思っています。で、ことぶきさん、さらに言うと半漫画みたいな。漫画を描いていてできないことはああいうことでやりたいという感じですよね。要は面白いことをやりたいだけですが、これなんだろう、最初があって最後があって書くのって面倒じゃないですか、漫画。物語があって紙の中にあってストーリーの制約から、どんな制約からも自由な、ただ単にこんなにでかいぞという対策を書きたかったと。ただし、その言葉だけ聞いてると、これが知らない孤独の美術家宣言だと捉えることも可能なんです。もう漫画なんかやめて美術家と呼ばれたいのだというようにも取れるけど、本心はそっちなのか、それとも漫画について詰めていったら漫画から逸脱することになったのかということであって、美術家であるみたいな意識はないのか、どっちなのかということで調べたら、あれも俺の中では漫画なんだけどねが出てきたんですよね。で、ことぶきさん、そうですね、なんで自分はこういうことをしているのかなと。漫画家なんですけど、描くものが好きなだけじゃなくて、面白いことができるのが好きというか、ちょっとお話作ってそこに読者を没頭させてというのは得意じゃなくて、まあ、お話で没頭は得意じゃないという。初期の、帯金さん、初期の漫画が結構パロディで、忍者ものとか、これ何だろう、なんとか少女漫画とか、そういうものを別物に変えていくという作風が多かったですよね。そうですね、没頭するよりは、祖父から見て笑う方が楽しかった。で、中澤、ギャグ漫画から出発しているということが関わると思いますね。で、赤塚不二夫だとしたら、漫画形式からの逸脱やパロディみたいな実物大漫画とか、吹き出しの中に絵があるとか、そういったことをギャグとして提示されている。吹き出しの中に絵があるというものなんだけど、中塚さん。ただ僕もそこの罠に引っかかることがあるんですけど、例えば反芸術であればあるほど芸術のど真ん中なんですよね。反漫画も漫画についての形式を自明としているからこそ成り立っているので、むしろ最強の漫画文脈とさえ逆説的に言えるんですね。で、それはすごく面白いと思いますけど、ただ現実に反漫画は漫画という形になかなかならなくて、反漫画は美術館で飾るしかないみたいなところがありますよね。そうなると、美術館で飾るのはアートじゃなくて、反漫画も飾っていいのかみたいな、よくわからない話になるかもしれませんね。で、まなこさんが、あははは。で、練馬区立美術館が、こういう展覧会はあまりやらないというのがあるので、私の経験の中だとちょっと難しいですね。練馬区立美術館は、この前、池田達夫展が来てたので、だいぶ知り上がりことで、いくら違う。じゃあ練馬区だけじゃなくて横浜の例でもいいし、とにかく近年、知り上がりさんは美術館や文化庁からお呼びがとても多い立場にいて、それが紫綬褒章にもつながっていると思いますけど、それは知り上がりさんだけの問題じゃなくて、美術館の美術行政、文化庁の文化行政、文化庁と関係ないはずの経産省のクールジャパン戦略とか、そっちの方が関わってる感じがするんですね。ということで、クールジャパン。で、まなこさんが、知り上がりさんのようなタイプの方が求められているという気がしますね。美術館でも絵画や彫刻ではなく、違う種類の今までの枠にはとらわれないような展覧会をすることで集客を図るという狙いがかなりありますね。で、中澤としては美術館側の集客や人々のニーズを考えたということですが、
80年代からジャンルを横断するとかクロスオーバーみたいなものは出ていましたね。ただその時はビズに対する批判として他のジャンルを持ってくるというのがあった。それが95年くらいから全くなく、受けることはいいことだみたいなことだけになってしまった。漫画をビズに取り込む系譜を振り返ると、昔のポップアート、ポップアートが漫画をビズに取り込んだのは、誰ですか。そうですね、リキテンシュタインですね。はい、60年代のタイガー立石とかですが、根に美術を据えた自己批判ではあったんですね。あと90年代初頭のネオポップ、村上隆とかがシミュレーショニズムとして出てきた時もその匂いはあったと思うけれども、95年からなし崩し的にアンチは全くなしで単に漫画を利用するみたいな感じになったのではないか。まあ、要するに反芸術としての漫画参照と多様性の中の漫画を使うのではちょっと同じ漫画をに対するアプローチでも違うんじゃねえのってことを中澤さんは言ってるみたいです。で、帯金さん、社会の中でアニメ漫画が昔はオタクだったけれども今はかなりの人が知っていて大衆化してしまった、むしろそちらの方がメジャーな言葉で美術館としてそれを取り込もうと。でそれだと本当は文化という言葉でいいんですよね、美術でなくても。知り上がりさんが別のインタビューで語られていた言葉ですが、漫画から逸脱してしまうとその他になってしまう。そしてその他はアートであるとか、その他を飾れるのは美術館であるというような言い方がありますが、僕から見ればそうじゃなくて、その他は鍵括弧その他で、あるいは漫画もアニメ、次を読みたいですね。もう美術も含めて全部文化って本当はいいはずだと思います。しかし文化の中のその他に相当するものをカタカナのアートで呼びたいという意識が知り上がりさんだけじゃなくて多分皆さんの中にあるんじゃないでしょうか。だけど次その他でいいんです。いや本当その他でいいですよね。とにかく面白いことが一番で、ジャンルにこだわらず関係なく美術館でやらせてくれるなら美術館でやればいいし、外でやらせてくれるなら外にあって面白いことがあるし、本なら本に合わせて書けばいいというだけの割とシンプルなことだったんですね。でもどうやらアートというものがあるらしい、漠然としたアートじゃなくてもしかして原理主義的なアートがあるらしいということに去年くらいからなんとなく気がつき出して、まさに今度の展覧会はそういう意味で回したらアートになるというのはひどいですよね。怒られるんじゃないかなと。でも怒られるのも面白いなと思って、で中田逆にですね、ちゃんと怒る人はかなり前にいなくなってるんですよね。美術界自体がすごく弱くなって、多様性は良いことだという社会になってしまって、10年以上前から多様性は褒め言葉以外で使われなくなっているんです。しかし僕にとって多様性はけなし言葉なんです。循環しか僕の方の中での言い方ですけど、多様性というのは時代支配的な面白いイズムがなくなった結果でしかない。強力なイズムが出現したり、イズム同士で戦っていたりすると時代が高揚しますけど、弱いイズムが全部容認されてしまい、死なない程度に多数共存しているような多様性は後から見るとつまらなく、決して偉大な時代ではないということになる。だから僕は多様性というのはそれだけ力がなくなったつまらない時代という意味で使っている。ここを最初から読んでおけばよかったですね。さっき ですね。はい。ことび、多様性に対してはそれを淘汰して選択の仕組みがないといけないと思うけど、それが売れる売れない含め量で測れるものばかりになっている気がします。ちょっと漫画について付け加えておくと、アニメも漫画も映画も物語を読者の頭の中に投影するという意味でほぼ同じですよね。ストーリーの話ですね。アニメも漫画も映画も物語、ストーリーを読者の頭の中に投影するという意味でほぼ同じ。で、出版界、映画界、グッズ界と分けるより、ワンピース界、ワンピースの出版があったり、ワンピースの映画があったり、ワンピースのグッズがあるんですか？僕は知らないですけど、進撃の巨人界と分けた方が分かりやすい。お話産業というか、点々と。中澤、それはストーリー性のあるものということですかね。
まあ、ストーリーとキャラクターと世界観あたりを合わせて一つの物語という概念になるとしたら、まさにその物語の部分ですかね。すなわち漫画家と名乗るとストーリーを書いてる人と思われてしまいそうになるところが嫌だと知り上がり、肩書きは今でも漫画家ですっていうか、何と呼ばれるかというのはあまり気にしませんけど、その辺はやっぱり大切なのか。中澤さん、芸術家じゃなく美術家というのは何か理由があるんですか。まず芸術と美術の違いは、普通には美術、音楽、文学の3つを芸術と言っていますね。視覚が担当するのと聴覚が担当するのと文字や言葉が担当するもの、西洋で歴史のあるこれら3つを大文字の芸術と言ったりします。で、肩書きですが、僕はとても意図的にやってます。例えば日本語でアーティストとも言わないようにしている。英語だとアーティストですけどね。ちょっと個人誌になってしまいますが、僕は最初イラストレーションの方に行ったりしていたのはポストモダン的な考え方でアンチ大文字の芸術だったんです。権威的な大文字の芸術が諸悪の根源みたいな思想が当時のポストモダンだったので、まあ、そこから出るためにイラストレーターを名乗ってみたり、肩書きなんかどうだっていいことを言ってみたり、そういうことにしていました。ところがポストモダンは特に成就されていて、むしろ大文字の芸術を守らなければいけないくらい大文字の芸術が壊れているという認識に変わったんです。今やるべきはポストモダンが壊したものを取り返すことであって、むしろ権威が必要。ところが大文字の芸術は文化庁もあまりきちんとやらなくなっていて、例えばメディア芸術祭を見ていると、大文字の芸術を何もケアしていないというようなことばかりなのですね。ここはもう今回の文献研究でやった話題なので飛ばせていける感じですね。ポストモダンの思想というのはもう一つ、世界は全てやり尽くされていると、まあ、ポストモダンの思想には2つあって、まあ、1つが大文字の芸術権威などが諸悪の根源です、それに対するアンチということが1個目で、2個目がこっちです。ポストモダンの思想というのはもう一つ、世界は全てやり尽くされていると、全部が埋められているという諦めから来ていたわけですが、そうじゃなくてまだまだやられていないことがたくさんある。僕が1990年に始めたパソコンで絵を描くこととかもそうでした。そうすると必要なのはむしろ美術史であり大文字の美術であるというようなことから、意図的に美術家と1997年から名乗っています。飛ばしましょう。そうか、この話は深めてないわけなんですね。さっきの、2番目の話ですけど、そちらはこの文献研究でやりましたっけ。ちょっとくらいやったっけ。ポストモダンの時代のキーワードがもう一つあって、まあ、それがあのパロディとかシミュレーションとかともつながることなんですけど、まあ、オリジナリティがないとか過去に戻ってもいいっていうようなことは、デジャビュー既視感っていうキーワードって出してなかったっけ。まあ、じゃあ出してないんですあの、まあ、既視感、デジャビューっていうのが80年代初頭から、まあ、このポストモダンの言い方とともに出てきた。で、それに対す、それがあのなんでデジャビューとか既視感という言葉が当時新しい言葉として出てきてたのかというと、それはなぜでしょうか。既視感の反対語は既視感、漢字わかりますか。すでに見た感じね。すでに見た感じを漢字で言うと、その反対語はまだ見てない感じで、未視感、まだ見てないものを追い求める。それは文献研究でやったやつだと、決して人の真似をしてはいけないよっていうやつですね。まあ、モダニズムがそうなんですけど、必ず新しくなければ、まだ人が前人未到の地に行かなければ、それがモダニズムなわけですね。で、それが未視感を追い求めるということで、フランス語で言うとジャメビューっていうんですけど、ジャメビュー未視感というのがモダニズム、あるいは前衛であるとすると、それに対する脱前衛あるいはポストモダンというのが既視感でよくて、まあ、過去に戻るのでよくてというようなことであって、でそれは一方で、まあ、すでにあらゆることはもうやり尽くされてるよっていう、そういった諦めがですね、
過去に戻ってもいいんじゃないか、まあ、これ80年代初頭の感覚はむしろそちらの方だったんですね。新たなものなんかもうないのに、やり尽くされたのに、モノハの続きをやっているみたいなようなところに、まあ、突如また絵を描いてもいいみたいなのが80年代初頭の状態、まあ、似たようなことが、90年代のシミュレーショニズムの後にまた絵を描いてもいいのみたいなのが出てきた、まあ、絵を描いちゃいけない時代っていうのが出てくるわけですね、美術の中で。で、絵を描くことはすでに行われたことに回避するので、モダニズムがない方向性だったりする場合があるということですけど、まあ、その話は深まってないことが今ここを開いたら分かった。なので次の話題です。アートを濃度で測ったら、ことぶきさん、僕が考えをまとめようと思って文章を書いたり時、皆さんに見てもらってこれは違うと言われたものがあるんですけど笑い、あえてこの場で言っちゃうと、今世の中のいろんなものがアートと呼ばれていて、これを全部アートとか芸術というのは乱暴だろうと。街でアクセサリーを売っている人もアートだし、引っ越し屋さんもアートと名乗るし、アート引っ越しセンターですね、誰もかもがアート芸術と言い過ぎていて、ここで今出てないのアートネイチャーとかですね、彫刻かといって誰もがアート芸術と言い過ぎていて、その中でもう少しちゃんと整理してほしいというのがあって、かといって漫画はアートじゃないとか彫刻はアートだとか言ってもちょっと違いますよね。だからジャンルや形式ではない分け方をしないと本当のアートというのは浮かび上がってこないんじゃないかと思って、その時考えたのは、アートは濃度で示した方がいいんじゃないかと。アート濃度が何パーセント以上は例えばアートと名乗って、ジュースは 100% 天然果実でないとジュースと表記してはいけないんですよね。そうなの、そうなんです。清涼 飲料水って言えばいい。そうなの、知らなかった。アートもそうやって濃度でできていない、濃度でできないかなということを言っていて、そうしたら漫画もある種のものはアートと言えるかもしれないとか、小説なんかもある種のものは小説の中でもエンターテインメントと芸術などに分かれるのではないかな。だからそうですね。で、ことぶきさん、でも濃度といった時のアート成分は何かというと、僕にはその他しか思いつかなかった。やはりその他の考えですよね。いろいろなものがいろいろな役立ち方をしていると思いますが、どうしても気になって魅力的なものを人はやっぱり残しておかざるを得ない。他に機能がないもの、他に何ともしようがないものはやっぱりアートなのかなと思ったり、あるいはもう少し新しさが大切なのかなと思ったり、個人的にアウトサイダーアートとか好きだったんですよね。ああいう今まで僕らが接したことのないようなビジョンみたいなものが出てくると単純にかっこいいとか、いや、知りあかりさんが登場した時すごい感じがありましたよ。アウトサイダーアートっていう感じではないけど、ちょっと文法の違う人が出てきたというのはありますよね。今ここでちょっと思い出したんで、余談的に付け加えると、知りあかりことぶきさん、ギャグ漫画家として出てきて、でギャグ漫画は漫画の中で位置づけが難しいらしいんです。なので、文化庁メディア芸術祭漫画部門の、審査の話を今年は、この前の審査は、主査会というのがあって、僕がアート部門の主査だったので、まあ、他の主査の方々がどうして、こういうのを選んだのかみたいなのを、喋るところに居合わせて、まあ、僕もアート部門のことについて喋ったわけなんですけど、まあ、そういった主査会というのがあって、その時に漫画部門の主査の方が語ってたのが、一人今回賞を取った人がいて、ちょっともう年配のギャグ漫画家なんですけど、ようやくギャグ漫画家に文化庁メディア芸術祭の賞を与えることができた。別にギャグ漫画を私たちは全然審査員として排斥しているわけではないんだけれども、今までなぜかギャグ漫画に賞を与えることができなかったんですけど、今回はこの人に賞をあげられるんです。これなんか言いながら全然対象じゃないんです。だけど、まあそういうふうに漫画界の中でもギャグ漫画はちょっと難しい位置にあるらしいですね。まあ王道じゃないんですけど、
まあでもそうだと言ってもあのここで今言っている尻上がりさんが登場した時これエレキの春、あとそれから僕が好きだったのはオラロココダっていう本だったんですけど、まあ、そういったあの80年代初頭の尻上がりさんが登場した時に今までのギャグ漫画とも全然文法が違う人がこう出てきたっていう感じだったんですね。その今までのギャグ漫画むしろ3コマ漫画的だったり4コマ漫画的だったりするような人なんですけど、で、結局尻上がりさんが今おっしゃったことは自分にとって未知の、分からないけど気になるものをアートのノートとして型これをこうしないとこれが出てこないですね。語りたいという感じですか。要するに、未知のものをアートとして語りたいという感じでしょうか。まあ何を美術に迎え入れて何を美術から除外するかということに関しては、アートワールドという有効性が疑問視されているような仮説があることはあるんですけど、これは誰の仮説ですか。あるいは誰の理論ですか。アーサー・ダントですね。この名前は覚えておいてもいいかもしれない。後で出てくる。アーサー・ダントのアートワールド理論という本が一応あります。で、それよりも僕が大事だと思うのは、アートと呼ばれるかどうか以前に何がやりたいのか、あるいは誰からもアートだと思われなくても自分はこれをやるのだとか、そういうことの方が僕はちゃんと見ていくべきだと思っています。なんか違う話をしてます。では話を戻して、未知のものをアートと言えるのかどうか、ここで思うのは未知は基地を前提としているということです。文脈があるからこそ未知もあるんですね。それで機能がなくて未知の物体が出てきた時にそれを回収する言葉が芸術だったりアートだったりする。しかしアウトサイダーアートをアートとして認めたらアウトサイダーアートの語義矛盾にもなる。アートの外にあるからこそインパクトがあるということでもある。そういうようなところで結局アートとは何かというのは定義できないという結論が出てきているとされていますね。多分随分前から、まあ、アートは未定義要素というあの言い方というのはよくされています。定義できないということなんですね。なるほど。定義できない概念でだからこそ面白いということはあります。ただ自分はこれを作りたいという内からの衝動と外から見てこれはアート濃度が何パーセントというのは逆だと思うんですね。そこのところが僕はちょっと疑問があるかなと。ということで、まあ、ここはなんか整理できましたね。なんか自分で話が読んでて整理できてるかと思ったけど、っていうか、ね、もう何対談したか忘れて今読んでるんですけど、まあ、要するに内からの衝動、内発的なその作家がこう、これがアートと将来呼ばれるのか呼ばれないのか、そんなこと知ったことじゃないけど今俺はこれやるためここにこれをこうするために生まれてきたんだみたいな内発的な衝動っていうものを見ていきたいっていうことを述べ、それはこの尻上がりさんが言ったこれアート濃度は何パーセントかねみたいなようなのはかなり外からの見方なので、そこはかなり逆向きの見方なのでですねということを言ってました。で、ことぶきさんが、まあ、自分はこれを作りたいという方を突き詰めていけば結局笑かしたいってことになるのかなって回せばと。で、ことぶきさん、そもそも回したら面白かったんですよ。ここでなんか話変わりそうだけど、この前に質問ありますか、ね、なければじゃあ質問、回せば、そもそも回したら面白かったんですよ。中田は、うん、そうだと思いますね。だからもっといろいろ回してみようと思っていろいろ回したんですけど、最後の方で回しただけではダメかなと思って芸術と点滅させてみたんですけど、笑い。先ほど回る夜間の撮影の様子を見させていただきましたが、要するに図録を作るために、で図録を展覧会初日に用意するために、
準備段階で撮影をしていて、その撮影の最中に立ち会って、これが展覧会に出品される新作ですっていうのを拝見した後で対談が行われているという状態です。で、丸夜間の撮影で、普段はただの夜間であると、回すときに電光掲示板に芸術と出る、まあ、逆に言うと回してないときにその芸術と電光掲示板が消えるというそういう作品なんです。要するに回してる間は芸術であり、回してない間は芸術でないという作品ですが、そういう作品は芸術という言葉がもっとずっと強い時代の方が効果的で、ですね、芸術に権威があっておちょくることを誇りそうな人がいっぱいいる時だったら反芸術としてとても良いですが、今は怒ってくれないから怒ってくれない。それは美術館が喜んで漫画家の展覧会をやり、アニメーションをやり、文化庁も率先して大文字の芸術以外でどんどんウェルカムな緩い状態になってますからね。中澤さんにもっと叱ってもらえばよかったのかな。今は要するに叱る時代じゃないということですね。中澤、作品や作家を叱るよりは叱らない時代を叱りたいかな。で、開店宣言について、まあ、叱るという言葉で思い出すのは、僕はあの選挙でこういう思いをよくしてますね。まあ今の選挙で、あの国民のために汗水垂らして働いてますとか、いかに国民のしもべとしてみたいなような感じで国民を叱る政治家って出てないじゃないですか。でそれはあの多様性の時代であり、あとそれから日本がやっぱりアメリカの属国病のような現象があって、そしてむしろ有権者の皆様にあのおもねるためには、有権者のご判断を至上のものとして、そして、国民を叱るのではなくて有権者に、ね、どうぞ叱ってもらいたいです、でこういうふうに直していって、こういうふうにやる、こういう政治をやってきますので、まあ、そんなような選挙演説ばかりみたいな感じがするんですが、逆に、まあ、だから今偉大な時代じゃなさそうな気がするんですけど、偉大な時代だと国民を叱る政治家みたいなものが出てくるような印象が僕にはありますけど、どうでしょうかね。ケネディの演説とかがそうだったんですよね。ケネディが、立候補するときに、アメリカ国民に喋ったのは、私は残念かもしれないが皆様に明るい未来、こうなればこういうふうに幸せになると、そういうことを約束するために選挙に立候補するのではないみたいなところから始まって、むしろこの偉大な時代にどういうふうに国家をしていくため、やっていかなければならないか、そのためにむしろ国民の皆様なんて言い方はしないだろうけど、ちょっと忘れたけど、まあ、とにかく有権者の人たちのアメリカ国民にこういうことを、要請するみたいな、そういう言い方をして、そしてケネディが、まあ、大統領になった、まあ、そういったことが、でその時は今から見ても偉大な時代みたいな感じしますよね。具体的には冷戦でその時のフルシチョフだって、違うブレディジンだってが、キューバ危機を起こして、まあ、キューバに、核弾頭を運ぼうとして、それをケネディが、まあ、瀬戸際で引き返させたりとかいうようなことをしながら、まあ、だから本当に冷戦の真っただ中で、際どいことをやってて、その冷戦の真っ只中でそれを象徴する別の偉大な時代にふさわしい象徴的な事件は何ですかね。ケネディの時代、アメリカがやったところ、アポロ計画で、月面着陸、それら全部
まあ、月面着陸はケネディは死んだ後じゃなかったかな。ケネディ死んだ後ですけど、まあ、アポロ計画を指導させたりするのが、まあ、ケネディの時代だったと思います。ちょっと違ったかな、僕違ってたらごめんなさいなんだけど、でも宇宙開発とケネディはすごく密接につながってますね。それで思い出すハイリッドセンターの作品は、人工衛星は何者に使われているのかっていうハイリッドセンターの作品がありますね。それは、人工衛星による、最初の映像が送られてきたときっていうか、最初じゃなくて3度目の映像が、3度目の実験が行われるときにハイリッドセンターがそういう作品を作ったんですね。人工衛星で最初の人工衛星によってアメリカからの電波が直接日本に届けられるという実験の3回目をやりますよっていう時の直前に、ハイリッドセンターが人工衛星が何者に使われているのかっていう、作品を思いついて、その実験が行われる前にやんないといけない作品として方々に手紙を送ったとか、そういった作品です。でそれはどういうことか、 2回目の時は誰かにメスが刺さってたんだけど、1回目の人工衛星での映像で送られたっていうのは何だったですか。それがケネディ暗殺ですよね。だから人工衛星での実験で、まあ、ケネディが、すごく頑張って人工衛星だとか打ち上げたりとか、まあ、宇宙計画を、推し進めて、そしてアメリカからの平和な未来あふれるメッセージを日本に届けるはずで、届けるべき内容とかも全部用意していたんだけれども、実際その直前に起きたのがケネディ暗殺 でそのケネディ暗殺をその人工衛星のトップニュースとして送ってきたわけですよ、ね、そういう時代です。で、まあ、話を脱線したけど、まあ、そういう叱るそういう政治家が昔はいたまあ今はいなくなったという脱線でした。で、回転宣言です。いただいたメールで検討中となっていたあの宣言は結局出るんですか。これ対談を行われたの4月だったんですけど、7月の時点でさっきの回転宣言が出てたんですけれども、あの時に検討中、まあ宣言出すかどうか検討中だったということです。あの宣言はまだ、でもあれっぽいことは出したこともない、まだ確定ではないんですね。ということですね、実は図録の作りをそんな感じで芸術だとか言い張って、素粒子も回転してるし、いろいろ回っていたら芸術だと言われたとか、いい加減なふざけたことをいっぱいやって、最後に実は中澤さんに締めてもらうみたいな。じゃあ図録はその宣言みたいなノリがキープされるんですね。その宣言で腹立たしいのは、ぐるぐる回ればみんな芸術、最終稿で削除されたらしいです。僕はここで言ったせいかもしれないですね。ぐるぐる回ればみんな芸術っていうのがなんか書いてあったとか、まあ夜間が芸術になったとか、今までの会話でもそうですが、芸術になることは良いことなんですか、まあ、良いことだと思ってこうすれば良いことになると言ってるのか、まあ、漫画家だったら芸術なんていうようなものに収まるのは堕落だというような気骨があった時代もあるわけですよね。イラストレーションでもあったんですね。だからイラストレーションをあえて名乗るのは芸術とか美術とかっていうようなところに行くんではなくて、あくまでイラストレーターで美術になったらもう堕落だみたいな、まあ、そういった気骨があって、わざわざサブカルチャーをやってる人たちっていうのは昔はいたんです。今全然いなくなってしまったみたいな。むしろイラストレーターが芸術と言われて、俺も芸術家かなみたいな漫画もそんなって、そんな風になっちゃうんですかみたいなようなことで、なだから それをなんか思い出して腹立たしかったらしいですね、僕はね。でというような気骨があった時代もあるわけですよね。そっちじゃなくて、芸術アートと呼ばれるのは嬉しいことであるという前提で今話が進んでいて、それでいいんですかということです。いやどちらでもいいような点々だから、その他だじゃあダメなんですか。いやその他でもいいですよ。そういうことでさっきその他の話をしたのに、結局今またアート芸術という言葉が出ているので、それで結局宣言も出るのなら、そのやり方
要するにその他でいいんだったら芸術って言わないでいいんじゃないかというようなところの話に戻すと で行くんだと。だからごめんなさい、美術館に芸術でも何でもないものを持ってきてしまいました、これも展示してくださる美術館を懐が深いですねというやり方もできるのに、そうじゃなくて美術館に合わせて回せばアートとか言って回っていないとアートではないと、その言い方自体に含まれているのはアートは得るものだ、アートは美術館に受け入れられている、アートはみんなに喜ばれるというのが前提とされているんですよね。緊張感ありますね。自分の心の中にアートは良いものって意識があるのかもな。その前提自体が僕は多様性を肯定する生ぬるい良くないものだと思っていますね。でどちらかというとそういう多様性に疑問を呈したかったんだけど、だとしたら回せばアートということにして全部回して、これで美術館を見尽くしても美術館の機能をなくさせようと、美術館が全然機能しないくらいにしてしまいましょうというような方向で美術という言葉はいらないとか、アートがこれを指すのならもうアートという言葉はいらないとか、そういう方向性に持っていくこともできるはずなんですよね。そうか、そこまで考えてなかった。今知り上がりさんに対して言ってしまいましたけど、世の中の最近の趨勢、地域の芸術祭とかそういうのは全部アートといえば何でも許される免罪符的に使われていて、それを美術館も率先してやっていて、それだったら本当にポストモダンのままでいいと思うんですよ。それがアートだったらアートなんかいらないという方向ぐらいで全部壊してしまえばよい。結局言葉を使う人たちの責任だと思う。言葉というのは世界を切り分けるものなので、そこで美術という言葉、アート、芸術、文化、その他それらが結局全部同じ意味になってしまいながら、一方で根拠ないまま都合よく使い分けているのが文化庁の書類とかにもたくさんあります。そうなんだよね。だからカタカナのワード、芸術と文化をね、なんか曖昧に使ったり使わなかったり使い分けてたりなんかしてるというのがたくさんある、まあ、そういうところで結構ピンチな状況なんじゃないかと思ってしまう。まさにアートだらけで困っちゃうというのは同意です。同意かな。だから何でもかんでもアートでいいじゃないかと言ってるわけではなくて、どちらかというとなんですよね。これでいいのみたいな。そうですよね。そっちに解釈すれば、いい。いいとは思っていたんですよ。だから回せばアートということ自体でこの展覧会全体をこんなくだらないものだと、こんなにのに高値を出している大手新聞社は最悪だと、朝日新聞社の帯金さんに急にとばっちりが飛んでたところですね。あるいはこんなくだらないことに美術館の金を使わせてやったと、実はこれはすごいことをやってるんだ、これは今度練馬区にとばっちりが言ってるところですね、ということだったらすごくいいと思うんですよ、ね、いやそれは面白いな。途中段階のあの宣言を普通に読むとそう読めなかったんですよ。今回の対談を打診してくださったメールには特に宣言について中澤さんと話したいと書かれたと、僕これやるの、これは批判しかできないと、最初は過去笑いがついていたんですよ、ね、宣言自体を笑うみたいな感じではあったんだけども、回せばアートになるということを言った時にこれが反語であって、アートなんてこんなくだらないものだからみんなアートというのはやめようとか、アートということの価値を落とそうという意図までいくのなら僕はいいと思いますけど、あの宣言はアートになることを喜んでるようにしか読めないんですよ。ああそうか、そこはごめんなさい、ちょっと面白いおもちゃを見つけた喜びみたいもありました。そうだから僕もちょっと考えたんですよ。これが全くの新人の作品で、知り上がりさんという認証性なしで回すのばかりやる人が出てきたら面白いかもしれないんですね。しかしその時にあの宣言があったら台無しになっちゃうと思います。むしろ一切何も言わないくらいで、この人は何でもとにかく回したくて、本当は美術館全体を回したかったけれども、それは美術館も許してくれませんでしたと出しておくとか、まあ、ひたすら作品だけ提示するということならまだあり得ると思います。僕は今回の展覧会を知った時に二重にって思ったのは、一つは宣言がそう見えるということ、でもう一つが、知り上がりさんが他のことで有名になってからアートの方に来てもてはらやされている使いやすい人になっていることですかね。ちょっと本当に申し訳ないけど、
で、ことぶき、主催が者側の代わりに言い訳をしておくと、最初は回顧展だったんです。昔の漫画の生原稿とか、今までのものを飾ろうという話が来たのですが、僕が、回転をやりたいと言って、なるほどね、ご本人の意思ならば素晴らしいと思います。そこは僕のわがままなんです。確か一昨年の展覧会が回転展で、去年の最初は回転が入ってないタイトルだったのをやっぱり回転にしたということで、それが今回も作家の意思によって起きたと。これ、ね、一昨年にこの時点の一昨年のアスクという京橋のギャラリーで回転展というのをやってるんですね。で、その後その時点の去年が回転が入ってなかったということだったんですね。で、この前の展覧会で最初は絵画の存在と何かでやって、絵画の存在な回転に変えたんですね。あれも結局何かやろうと思ったんですけど、やっぱり回したくなっちゃうんですね。で、僕は回すだけは面白いと思うんですよ。尻上がりさんが今はとにかく何でも回すことに執着していて、というのだったら僕はありだと思うんです。今回さずに折れないということだと、この人こっちに行っちゃったんだということで、逆にアウトサイダーに行っちゃったみたいな、最初は本当に全展示室回すだけというのをやりたいとおっしゃったんですけど、もしかして私たちが美術館でやるという文脈に取り込もうとしたら、そういうふうに出てきたのかな。先ほどの物語じゃないけど、美術館が考える展覧会の物語というのは絶対あるので、そういう中に当てはめようとしているところで宣言とか出てきたのかなと思ってしまいました。要するに美術館の意図として回顧展との折衷でもあってというようなこともあるし、あとそれから帯金さんがいる、それと過去の仕事を知っている人は実は少なくないですよね。漫画は有名ですけど、美術作品は知らないから、この機会に並べようと、要するに漫画の有名なあの人がっていうようなことを新聞社の興行的にはやっぱりやりたいと。で、ことぶきさんが、僕が率直に言うと、あの時にあそこで回って芸術がピカピカしたら、単純にこれは傑作だと思ったんですよ。だって一つの夜間を芸術にするって、その言葉も相当乱暴ですけど、それに色を塗ったり色をしなきゃいけないのに、ただ回すだけで芸術だなってことになったら、そんなことはありえないというか、面白いじゃないですか。僕はまだわからないのは、ここにアートがあるとしましたよね。先ほどは定義はできないというものをということになっているとおっしゃいましたけど、ただ際はありますよね。境界がないと、で、僕は境界がないですね。境界がないけれども、なんだろう、境界があるのかもしれないけど、境界が動くことによって定義ができなくなると、ね、境界は動くものですね。境界があるとするならば、で、になるもんだ。境界問題終わっちゃったの。で、宣言の中に回せばアートになるというフレーズが出てきていましたが、になるというのが僕はダメだと思いました。アートになるではなく、アートと定義するとすればいいんじゃないですか。俺が定義するんだでいいんです。上から目線で回せばアートだと定義する。評論家が認めてくれてもくれなくても関係ない。俺はまた回した時がアートである、回していない時はアートでないと定義するというならいいと思います。で、アートになるがなぜ僕がダメなのかというと、アートは良いものだという無意識の前提が感じられてしまう点がまず一つと、もう一つは何々になるというのは何々でないということを認めている構造だからです。ちょっと飛びますが、何々になる問題の例として、ジャスパー・ジョーンズが画家になる問題というのがあります。これ西洋画人レッスンで書いてある言葉です。ジョーンズが若い頃、画家になりたくて努力していた。どうやったら画家になれるのか、何点くらい作品を描けばなれるのか、とにかく画家になろうと努力している。ある時はたと気づいた。画家になるではなく、画家であるなのだと。自分は画家であると決めた。ただそれだけ。画家になると言ってる限り、今の自分は画家でないと認めていることと等しい。画家であるで初めて画家なのであって、たとえ自称に過ぎないと陰口叩かれても、たとえ評論家から全く認められなくても、たとえ作品数が少なすぎても、画家としては至りませんねと言えばよいわけで、画家であることは変わらないわけです。だから、何々になる
と何々である、まあ、全然違っていて、回した時がアートであると定義するならばいいんじゃないかと、うん、これはね、美術手帳で時々 どうやったらアーティストになれるのかみたいな特集とかすることがあって大反対してます、ですね、そういうのある、うん、で、小峠さん、無神経だったな、その辺は僕は正直芸術でよくわからないからなると言っちゃったら面白いかなと。で、小峠さん、まあ少しは喜びもあったと思うんですよ、回転楽しいんだろう、でも片方でアイロニーの部分もあるのかなと思ってそれでいいかなと思ったんだけど、知り上げさんのことをよく知らないであの文章だけでもと誇らかに宣言しているように捉えちゃうかもしれない。で、中田はまたジャスパー・ジョーンズの話に戻してますけど、ジョーンズ展を都元日でやった時に年代順だったので第一章に、画家である決意と題された解説パネルが出ていたんですね。おお、やっぱりここ重要だよなと思って読むと解説が間違っていたんですよ。背伸びして画家であるということで自分を励ましているみたいな内容で最悪でした。本当にそうなんですね。というかそれくらい分かりにくいのかなと。だからここのところはちゃんと説明しないといけないところかもしれない、まあ、都元日とかそういう人たちも分からないくらい難しいといえば難しいわけですよ、ね、で美術とアート、でマウリア館で赤い文字を芸術にしたのはあれはどういう、僕は実は美術という言葉は意識していなくてアートよりは芸術の方が権威があるだろうくらいの意味だった。そうですね、そこはアートよりも良かったんじゃないですか。宣言も芸術にしちゃえばいいんじゃないですか。ああそうか、アートと書いてありましたっけ。なぜそこでアートにしたかというとアートが氾濫しているからというのはあったんですね。なるほど、そうするとやっぱりアイロニカルなものがちゃんと終わりなんですね。ただそこが整理されてないというか、アートに憧れがあります、僕の心に。なんか量的でない価値に憧れるみたいな、うん、まあ両方あるのは分かりました。何としても芸術が僕は分からなくて、こういう部分、コアみたいな部分が必要だというのは分かりますけど、そこがそれはちゃんと勉強しなければいけないんですけど、何か手がかりになるようなことを聞きたいと思ったんですね。大文字のアート、まあ、定義できないということですね。英語のアートは日本語の美術と技術の2つの意味がありますが、もともと同じだったんです。例えば中世時代の美術は神を称えるための技術であった。続くバロックの頃までも王様を称えるための美しい技術イコールテクニックとしてあったのですが、その後民主制になると神様のためでも王様のためでもないので何のためにというのがなくなってしまったんですね。そうするとそのままでそこで美術というものはなくなってもよかったんです。でも何が残ったのかというと、何か残ったん違うか、これ右側をまだ よくなる、うん、何かが残った、ちょっと前のところどうですか、これ、そのままそこで美術というものはなくなってもよかったんですね。でも何かが残ったと、あ、もう一つ、あ、何が残ったに関連するでは述べてないんですね。ここで、もう一つテクニックという意味で写真が登場して肖像画という機能は写真の方が良いということになると画家はいらなくなるわけです。実際その時廃業した画家もいた。でも美術家と言われる人たちは結局残った。美術も結局残る。それがなぜなのか。美術と呼べるものは何か、機能によって規定されるものではないにもかかわらず歴史の延長上にあって、かつ今の時代にも説得力を持つもの、それがもしあるのならそれを探求するということで、例えば抽象美術が出てくる。そういうことが踏まえられ今に至る。と、なるほど、そうすると今の最前線の問題意識みたいなものがあるんですか、この問題を解決したいみたいな世界中のアーティスト。ある時とない時が交代交代で来てますね。例えばフォーマリズムというイズムが時代を席巻した時には、イズムを問題としないやつは画家にあらずみたいな雰囲気が多分あった。で、そのイズムが衰えると、問題意識、そういう共通の問題意識がない多様性の時代が、来る。そうしたイズムと、イズムありなしの変遷史みたいなものは、セッチョに書いてるつもり。日本でいうと今、ハンゲイスのところが空白に、僕は今そこだと思ってます。前衛でハンゲイス、うん、その辺だと思ってます。僕の印象では、白柳さんは循環史観的には、1個前に当たる80年代の前衛とハンゲイスの境目あたりで出られた方だと思ってます。
履歴の春とか熱気を持ちながらパロディ要素を持ち出して、つまり漫画を俯瞰するような形式を持ち出していって、さっき言った意味での反漫画だから反芸術とは時代的に合ってますね。で、反漫画が書籍の漫画に収まらずにインスタレーションの形態になって映像になったり、それは全部あり得るのですが、映像になったら映像作家と名乗り、もう漫画は描きませんとなるのか、そうでなく反漫画として漫画心はキープしたまま映像の形式も作っているのか、そこの見極め目をこの会談でしたいと思ってたんです。僕の考えは、尻上がりさんは本当は反漫画という漫画の人だと思っています。これ僕いつからまた物語を書くのかな、ちゃんとしたお話もある漫画を書くのかな。物語じゃなくていいんじゃないですか。漫画の中にもいくつかジャンルがあると思いますが、例えば文学の中にも小説とか詩がありますよね。で、小説はほとんどストーリーテリングなんですが、詩はストーリーテリングでないものがたくさんある。もちろん詩で物語性を扱うこともできますが、全く物語のない、むしろ文学の実験とか、あるいは反文学みたいなものは小説よりも詩が中心なんですね。それで僕は抱負主義で詩人と組んで活動したのですが、漫画でも物語的な漫画が小説に相当するとしたら、詩に相当する漫画のジャンルを打ち立てたっていいんじゃないですか。物語でない漫画、こっちこそが漫画だみたいなことですごいな、それができたらすごいです、ね、本音がいくつか、なかなかはっきり批判したので、尻上さんの本音がいくつか出てきました。本音とか浮遊してるだけだ、浮遊してるんだけど隠してる、そういうタイプになって一生懸命言い渡した。その点がとても良かった。でも難しい、だから制限という形はあまり仕上がりさんには似合わないんですよ。だから難しいんですよ、宣言というのは。完全パロディにしちゃうのか、ある程度本気を込めて宣言するのか、そこは難しいところですね。パロディなんだけど、ある程度パロディと分かるような形にしないと誤読されてしまうでしょう。あれだと少し難しいという気持ちも入っているから難しい。完全にパロディにしちゃうと最初からパロディと分かるけど、それはそれであまり面白くないです。だからそこがすごく難しいんだな、宣言という。特に尻上がりさんみたいなタイプの人だと宣言は難しい。まあ、尻上がりさん、俺はこうだというのはないじゃないですか、笑い。まあ芸術とはというよりも回転が全てみたいな、回転宇宙だくらいででかく攻めますから。編集部、いきなり編集部が出てくるんですけど俺はね、実際にはその場にいた、さっきちょっと話を出した秋山美美子さんという方で、知り上がりさんのアシスタントをやってた時期もあるけれども、今ここではこの展覧会の制作をやってる人で、僕はもともとアートワーズのスタッフとして、展覧会を何度かやった時にお世話になった人 で、この秋山美美子さんという方はお墓マイラーとしてテレビとかに最近よく出てるらしいです。お墓マイラーの元祖ではないけど、お墓マイラーの人としての活動もあるらしいですね。まあ、その人がいきなり編集部として、でも宣言って両方が同じ本の中に出ると、それはそれでバランスが取れますよね。で、Q、P、Q、次、R、10時を過ぎてしまっていますが、あと2個、4じゃいましょう。あ、しかも写真で今、稼げてます、ね。これは、白上さん、中澤まなこさんと帯金さんで、これは、編集部がスマホで撮ってる写真ですね秋山美美子さんが撮ってる写真ですね。で、中澤、じゃあ宣言はあのままでいいんじゃないですか。で、帯金さん、宣言批判があるからこの対談を俺もしないんだよね。これで宣言を直すと対談自体が超半端なものになってきた。まあ解釈の問題だから、あれはあれで生かしておいて、ここでまた議論が起きたわけだから、それはそれで生かすのがいいんじゃないですか。ね、あとは作品を見てくださいねと。実際の作品を見て、実際にそういうところまで行っているのか、単に収まっているのか、ちゃんと逸脱しているところまで行っているか、観客が作品を見て考えてくださいということですね。どんな形にしろそういうのは載せてもらって、やっぱり最後にちゃんと諦めるじゃないちゃんと締めるというか、中澤さんの言葉でそんなもんじゃないよと、ちゃんと言ってもらった方が、そうすれば読者もモヤモヤが少し形になるかも。僕は宣言があれでなくて、というか宣言なしで回転についてだったら別の話にはなってたと思います。
この前別のところで話したトークでは反物語としての回転だったんですよね。時間は過ぎるけど物事は進まない、要するに始めもなければ終わりもないのに存在感はあるみたいな、要するに言葉さんはずっとストーリーテリングに対するアンチみたいなのがあって、回転も回転というかストーリーっていうのは始めがあって終わりがある世界だから、それに対して回転はストーリーがないみたいなようなことで今言ってるわけですね。まあ、みんな今物語にこらわれてハッピーエンドばかり求めている、ハッピーエンド、まあ終わりですね。まあ、言ってみれば未来から脅迫されているような、この先どうなるのかお前らももっと気にしろよみたいな、そうじゃなくて今だけ見ようみたいな、そういう反物語みたいな感じの回転点をやりますとこの前は説明したんですけど、そこでは芸術なんてことは全然言わなかったんですね。いろいろ面があって回転ってね、いやーしかし一体どうなるんだろうこの図録っていうか展示点々で、帯金さん、お話はつきませんが今回の展覧会の本質に迫る深い話も伺えて楽しい対談でした、ありがとうございました、4月18日ということですね。練馬区美術館で、そっか、4月18日、でこの中の対談の中で話があったんだけど全然カットされてるのが、尻上がりさんがその前の2016年の1月から3月にかけてナディフで行った僕の展覧会に来てて、それに対して尻上がりさんが結構感想を述べていらっしゃるんですね。でその展覧会というのは、ソースと実行という展覧会で、僕が新方法の時代にソースと実行という作品をずっと連続的に、制作して、作品というか、まあ、これもウェブブラウザですけど、こういったウェブブラウザで見ているものよりもそこに挙げられるソース、あるいはソースコード、プログラミングだったらプログラミングコード自体の方が作品なんではないかと、まあ、これは文化庁メディア芸術祭でいうと間トラジオの作品がそうだし、あとそれからボイストで展示したものの中ではワイチンチューンの作品がそうなんですけど、まあ、そっちの方の展覧会に対する、まあ、それで原理主義っていう言葉とかは知り上がりさんの中から出てきてるのは、僕の作品を原理主義的なものと捉えてそういうことだったんですね。でそれがあったんですけど、その話をしだすと大変なので、その話は全部この対談で割愛されている。で同時に2016年3月のその展覧会が終わった直後くらいに、僕は、イセドルの事件に出会って、そしてなんか展覧会やってるどころじゃないぞみたいな気持ちになって人工知能について、非常に今なんか自分やんなきゃいけないんじゃないかなみたいな風になってて、今もうこの4月18日っていうのはもう何かやること決めた後ですね。4月25日に人工知能美学芸術宣言というのを出すことにしてたんですね。あ、発表したのは5月1日なんだけど、起草が4月25日 でその起草した人工知能美学芸術宣言を、数十人の人に送りつけて、それで発起人になってくださいっていう返事が来たものが28名くらい返事が来て、で5月1日に、研究から発足ということをやっている。なので、まあ、ちょうど宣言は自分の中でも熱かった時だったかもしれないというのが今から見ると分かりますけども、僕も2年前のことなのでちょっと忘れてたので、こんな内容でした。最後にこれが残ってるのはこれ何だろう、ね、あ、奥付けですね、これ例の音楽で、これは回転点という展覧会は練馬と刈谷と伊丹で行われていて、でこれは、回転点企画委員会で知り上がり行き子供秋山美美子さんですね。でこれは図録ではあるんですけれども、これは本書は公式図録
兼書籍として九龍堂株式会社九龍堂から刊行されている。で書籍化にあたり天を貝に変え回転の世界を表現しましたと。で回転貝となっているという状態で、まあ、編集もそうだし想定レイアウトも秋山美穂さんであるということです。写真もですねさということでした。ということで、この参考の方が盛り上がって、このこれを読むのを忘れてる。これは年表なのでクリックしませんが、まあ、年表も今回あげました。で年表が終わったあたりに、参考文献欄があって、で最後に、解説、まあ、執筆者がまあこれだけいて、解説執筆者がこれだけいる中に、中澤秀樹も解説執筆者として名前を連ねております。で、小学館に戻ってきました、第20巻ですね。2016年3月1日、まあ、だから3月1日にこれが出て4月18日に、対談を行ってなどなど、なんか忙しくしててこの辺のことを忘れてたのが今日いっぺんに思い出されたという状態ですね。ということで、でお知らせ、メガネと旅する美術展いつもやってますけど、今日チラシを持ってきました。それでそのチラシの中に、僕の作品も入っております。でこのアナグリフの穴、1993年、これは 3D ラブという展覧会が東京都写真美術館に出品されて、でその時に、小屋みたいなのを作ったんですけど、それをその後破棄してしまいました。でだけれども今回その小屋自体を再制作してもらうことになり、で出品するということになりました。なのでその小屋の中に入って、部屋の中に入って赤尾メガネで周りを見るというそういう作品です。でこの作品は吉祥寺美術館でも同じ作品を違う形式で部分的に展示したんですけど、そちらではなくて、まあ、今回はオリジナルの東京都写真美術館に出品した時の状態になります。で、美術手帳これ行かれました？誰か、ナディフアパートでもう始まってますけど、美術手帳70周年、ナディフアパートの10周年の記念企画の、トークとフェアが行われていて、僕はそのフェアの方で私が選ぶ美術手帳この一冊選書フェアに参加しておりますと。で、何人かの方がですね、選書フェアにご協力いただく方々みたいな方で、まあ、成合さん、原田裕樹さん、黒瀬洋平さん、さん、笠原さん、まあ、いろんな方々が、選書フェアに協力して自分の、思い出の一冊みたいなようなものをあげてくれ、自分に影響を与えた一冊みたいなのをあげてくれということなので、私としては1983年1月号特集フランク・ステラニューペインティングというものを選びました。選書コメントはですね、ぜひ会場で読んでください。だけどここでも実は読めます。で、あやまブックセンターでは、100人がこの夏するおすすめする一冊というのを何年かやって、これさっき話しましたね。でここも選書コメント、ここで実は読めます。であと、モネの横浜美術館の展覧会の新聞紙上で新さんなめこさんと往復書館をする予定、あと次の AIB 芸研8月18日に中野ゼロというところで開催が決定しました。で、Facebook のグループページがあるんですけど、その時に前回の第19回美芸研に端を発したスレッドで意識のハードプログラムについてすごくハードに語られていて、セーラー服おじさん小林さんという方ですけど、まあ、この方が、軽く感想などと言って全然軽くないんですよ。全然長大で、すごいですね、
全然軽くない感想があって、まあ、それにですねコメント37件で全部長いんですよこれ。でこのコメントが藤井まさみさん、あと宇根美達夫さんで、また小林さんで、僕も出てきて、で時々長峰さんがちょっと何かおっしゃって、長沼さんが何かおっしゃってというので、あのいっぱい出てきております。ちょっとできれば参戦してください。であの Facebook アカウントお持ちでしたら、ここのグループで参加リクエストを送ってもらえればすぐあのリクエストを許可しますので、そうするとこれ見れますので楽しいと思います。本当は今こっちの方が暑いけど、まあ、今日のこれも取り上げたら意外と面白かったですね。ご質問はないか、うん、ではお疲れ様です。お疲れ様です。はい、次はまた再来週です。ではまた、はい、じゃあ撮影もお疲れ様です。はい、はい、ありがとうございます。